ダニエル・ベンサイドは、フランスのマルクス主義哲学者、評論家、大学教員。1968年の5月革命の学生運動で、ナンテール大学を拠点とする革命的共産主義青年を主導し、1969年に共産主義同盟の結成に参加。極右との衝突により解体された後、第4インターナショナルのフランス支部、 革命的共産主義者同盟を結成した。長年にわたり、5月革命の精神を受け継いで、創設されたパリ第8大学哲学科で教弁を取った。ダニエル・ベンサイドは1946年3月25日、フランス南西部オートイコール・ガロンヌ県のトゥールーズに生まれた。母・マルトは、中部ロワールイコール・エイコール・シェール県、ブロワの労働者階級の出身で、 母方の祖父は、コミュナール、おじは、共産主義インターナショナルフランス支部の党員であった、ため、第二次大戦中に逮捕され、強制収容所に送られて死去した。母マルトは、帽子職人の修行を積んだ後、オランで仕事に就いた。父、ハイム、ベンサイドは、アルジェリア北東部マスカラでカフェを営む貧しい、ユダヤ人家庭に生まれた。オランで出会った二人は結婚後、 1934年に第一子を設けた。父ハイムは奇妙な戦争中に捕虜になったが脱走。一家はフランスに渡り、名義人を立てて、トゥールーズでカフェを買い取ったが、密告されてゲシュタポに逮捕され、ドランシー収容所に送られた。マルトは、夫の釈放のために奔走し、ユダヤ人に属さないという証明書を入手した。ハイムは釈放されたが、 彼の兄弟二人は強制収容所に送られて死去した。ベンサイド夫妻が営むカフェ、バールデザミは、スペインからの難民や、反ファシズムのイタリア人移民労働者、ポルトガルの職人、郵便局員や、鉄道員、商人などが集まる、大衆的なカフェで、共産主義者の拠点でもあった。父チチハイムは1960年6月、ベンサイドが14歳の時に、ガンで死去した。 1957年、リセベルビルに入学。ジャンポール・ド・モード・マールと共に、同行の学生新聞、展望台の点頭布を主催した。アルジェリア戦争中の1958年5月13日のクーデターにより、第4共和制が崩壊し、第5共和制が成立すると、シャルル・ド・ゴールがアフリカの植民地を解放することを決定。 これに反対する軍人らが秘密軍事組織を結成し、武装放棄やテロ活動を開始した。ベンサイドの周囲でも共産党員の家がプラスチック爆弾による秘密軍事組織の攻撃を受ける事件が相次いだ。さらに、1962年2月8日にパリで起こった地下鉄シャロンヌ駅事件がベンサイドにとって政治的活動を開始する契機となった。これは、 ドコールのアルジェリア政策に反対するアルジェブ総放棄の直後で非常事態宣言が発せられ、デモなどが一切禁止されていたにもかかわらず、共産党、労働総同盟をはじめとする左派が秘密軍事組織に反対するデモを呼びかけ、警察に弾圧された事件でデモに参加した9人が死亡した。この事件に衝撃を受けたベンサイドは共産主義青年に加盟し、 リセベルビルでこの活動のためのサークルを結成した。1964年にリセピエールド・フェルマーのグランゼコール準備級に入学し、終了後、地元のサンクルー高等市範学校で哲学を専攻した。さらにパリに出て、1964年創設のナンテール大学でマルクス主義社会学者、哲学者のアンディル・フェーブルに支持し、1968年に 終始論文、例人における革命的危機の概念を提出。ルカーチ、フロイト、ラカン、アルジルダス・ジュリアン・グレマスの理論に基づく考察であり、当時のアルチュ・セールラの科学的、構造主義的、マルクス主義を批判的に読み解く試みであった。一方、共産主義青年は、フランス青年共産主義運動として再結成され、ベンサイドはこの支部である、 共産主義学生連合の文科部門でアラン・クリビーヌ、アンリ・ウェベールらと共に活動していた。だが、当時は思想的な立場の違いから除名が相次ぎ、クリビーヌ、ウェベールを含む文科部門の多くが1965年に除名された。ベンサイドラは翌1966年に南テール大学で大会が行われた際に反対派を代表して派遣され、 文科部門の再統合を要求したが入れられなかったため、同年4月2日、クリビーヌ、ウェベール、ベンサイドを中心とする約120人が新たに革命的共産主義青年を結成した。彼らは、ルノー道賞受賞作家、ダビット・ルーセの指示を得て、パリ14区の彼の自宅に集まり、ジョゼット・トラ、ダビット・ルーセの息子ピエール・ルーセ、ドミニク・メールらが参加。 あとに、哲学カフェを創設して、哲学の大衆化に貢献したマルクソーテ、LGBT 解放運動を主導したギーイー、オッカンガムも出入りした。ナンテール大学は、革命的共産主義青年の拠点であり、ベンサイドを中心に、ニコル・ラピエール、アラン・ブロッサ、ソフィー・ペテルセン、ジャン・フランソワ・ゴドショウ、ドゥニーズ・アブ・ナラが参加した。大学では、 革命的共産主義青年の討論や全国学生連盟の会合、反ファシズムベトナム反戦のデモが頻繁に行われていた。ルディドチュケが率いた社会主義ドイツ学生連盟など他国でも学生運動が起こり、反米、反帝国主義を掲げてキューバ革命を主導し、革命政権を樹立したチェゲバラが1967年10月9日に、 ボリビアで銃殺されたことで、こうした動きに拍車がかかった。1968年3月21日、アメリカ帝国主義に反対する活動からが、この象徴であったアメリカンエキスプレスのパリ支店を攻撃し、南テール大学の革命的共産主義青年のクザビエ・ラングラードが逮捕された。翌3月22日、南テール大学でベンサイド、クリビーヌ、 ダニエル・コーンベンダを中心とする抗議運動が起こり、学部長の会議室を占拠した。さらに、4月4日には、アフリカ系アメリカ人公民権運動の指導者、マーティン・ルーサー・キングが、テネシー州メンフィスで暗殺され、ドイツでは4月11日に、ドゥッチ家が共産主義、学生運動を敵視していた労働者に狙撃され、抗議デモが拡大するなどの事件が重なった。 5月3日、南テール大学の学生らは、ソルボンヌ大学校内に侵入したが、憲兵隊に追放され、クリビーヌラ革命的共産主義青年の指導者を含む約500人が逮捕された。これに対して、トローツキスト、シチュアシオニスト、アナーキスト、マルキシスト、マオイストの学生が結集し、逮捕者の釈放、憲兵隊の撤退、ソルボンヌの解放を求めて、 デモを繰り返し、5月革命に発展した。ベンサイドとエーベールは、三部の和通りのマルグリット・ディラスのもとに身を隠し、フランソワ・マスペロからの依頼で一連の事件について、5月、革命ゲネプロを執筆した。当時共に戦ったニコル・ラピエールは、ゲネプロという言葉は、帝国主義の力を分散させるためには、二つ、三つ、 ベトナムをたくさん作ることだという1967年4月のチェゲワラのメッセージへの応答であり、5月革命への精神を表すものであったという。すなわち、ベンサイドラはアメリカ帝国主義によるベトナム侵略戦争に対して必要なのは反戦運動ではなく帝国主義の力を分散させるための反帝国主義運動であるとし、世界中の青年に大きな衝撃を与えた。 このメッセージに応えて、5月革命を、反帝国主義、反資本主義革命への序曲と捉えていたのである。政治活動共産主義同盟、ルージュ上主催のダニエル・ベンサイドとの討論会、フランス共産党、改良化革命家ベンサイドはさらに、本書の印税で、同年の秋に、革命的共産主義青年の機関紙、ルージュを創刊。この後の組織再編、財政難や、 党の衰退により休刊、再刊を繰り返しながらも、後続の革命的共産主義者同盟が解散する2009年まで活動を継続した。5月革命の後、ベンサイド、クリビーヌ、ベベールらは革命的共産主義青年を解散し、第4インターナショナルのフランス支部として共産主義同盟を結成。クリビーヌが同年の大統領選挙に出馬したが、 1> 第1回投票で再開に終わった。ベンサイドは、アントワーヌアル・トゥー、ポール・アリエス、アルマン・クルーと共に、党の機関紙内部解放相関。重要な問題を次々と提起し、党内の議論の活性化につながった。彼はまた、スペインの革命的共産主義者同盟との連携活動を担当し、1972年にバルセロナで行われた、 非合法の大会に参加。1973年の総選挙ではトゥールーズから出馬したが落選に終わり、共産主義同盟全体が低い得票率に止まった。1973年6月21日、共産主義同盟は反ファシズムの会合を呼びかけ、共済会館で会合を行っていた極右団体、新秩序であると衝突。暴力的なデモに発展し、 共産主義同盟へ、新秩序ともに解体された。共産主義同盟は革命的共産主義者戦線と解消し、さらによく1974年に再び解消して革命的共産主義者同盟として再出発した。1973年、チリの社会主義政権が米国政府の支援を受けたピノチェと将軍のクーデターによって倒され、軍事政権が成立した。 アルゼンチンでは、社会主義革命を目指し、武装闘争によって、オンガニーや軍事政権を脅かしていた左翼ゲリラが、拷問、殺害されていた。同年、第四インターナショナルにより、アルゼンチンに派遣され、こうした悲劇を目の当たりにした、ベンサイドは、後に、武装闘争ではなく武装改良主義というものも、あり得ることを知った、武装闘争の抽象的。 神話的バージョンに対して免疫ができたと、10回している。1970年代後半は、ルージュが三重の機構を中心に活動し、編集長を務めた後、1981年から86年まで、第4インターナショナルの国際執行委員会の委員を務め、第4インターナショナル統一初期局により年に数回、ブラジルに派遣された。ブラジルでは、 ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバの労働者等の誕生に重要な役割を果たすことになる社会民主主義の組織結成を支援した。また、ピエール・ルセ、ジョゼット・トラ、ジルベール・アシカル・ラホカの第4インターナショナル及び革命的共産主義者同盟の指導者とともに1981年にベルギーで創設されアムステルダムに拠点を置く科学的 民主的社会主義促進のための国際研究教育所のセミナーを担当し、1984年から1990年までは直接運営に携わった。執筆、編集活動執筆、編集活動においても、1974年に来、4インターナショナルの機関紙として再刊された月刊誌、アンプルコールの編集のほか、人間と社会誌、 政治経済批評誌、アゴーヌ誌、リーニュ誌、ムーブマン誌、アクチュエル・マルクス誌、ニュー・レフト・レビュー、そして彼自身が2001年に創刊した、共産主義、反資本主義の雑誌、コントル・タンなど、国内外の左派の雑誌に寄稿。1995年には、同年創設された、テクスチュアル出版社の評論総書、ラディスコルドの編集長を務め、主に政治学、 社会学の研究所を観光した。教育活動においては、北部コンデシュルレス校の高等学校で哲学を教えた後、1971年から72年にかけてアラン・ブロッサ、アンリ・ウェーベールと共にバンセンヌ大学の哲学科に参加し、ブロッサは若きトロツキー、ウェーベールはフランス極右の構造を、ベンサイドは労働者国家の性質と題する講義を行った。 バンセンヌ大学は5月革命の翌年に大学制度改革の一環として創設された労働者や外国人にも開かれた大学であり、フランス現代思想を代表するミシェル・フーコー、ジル・ドゥルーズ、フランソワ・シャトレによって創設された哲学科は、形式、内容ともに伝統的なパリ大学にはない新しい試みであった。1982年にモンペリエ大学で、 政治学の博士号を取得した後、パリ第8大学の哲学科の助手として赴任。1994年に助教授、2001年1月21日に教授に承認した。1990年に病に倒れた、ベンサイドは、以後、研究活動と著書の執筆に専念した。マルクス研究においては、協情主義的、マルクス主義に対抗する試みとして、 パリ第8大学の講義で何年にもわたって、マルクスの資本論、経済学批判要項、常用化値理論を取り上げながら、講義ノートとして膨大な注釈や解説を書き留めていった。この時、バルター・ベンヤミン、オーギュスト・ブランキ、シャルル・ペギー、ジョルジュ・ソレル、ベルナール・ラザールの思想が、ベンサイドに時と歴史の概念を捉え直す契機を与えた。 1990年代に発表されたバルター・ベンヤミン、時ならぬマルクス。批判的冒険の偉大さと逆境、時代の不一致危機、階級、歴史に関する随筆、憂鬱な掛け、時世への抵抗の参加はベンサイドのこうした思考を後付けるものである。歴史の概念の再高から過去を継承することは時世にこうして思考するであると考えるベンサイドは、 1991年に、自制にこうするための教会、ついでに2009年に、ビクトル・ユーゴーが、参加、ビロ・メジャーを書き送った、アナーキスト、フェミニスト、パリ・コミューンの当時ルイーズ・ミシェルにちなむ、ルイーズ・ミシェル教会を創設。講演会には、作家のジョン・バージャー、エリアス・サンバー、ジル・ペロー、タリク・アリ、社会学者のジル・ベール・アシカル、リュック・ボルタンスキー、マイク・デイビス、 人類学者のクロード・カラム、政治学者のエリック・トゥーさん、経済学者のミシェル・ユソン、歴史学者のエレン・メイク・シンズ、ウッド、映画監督のケンローチ、カルメン・カスティージョラが参加した。ラピエールによると、ベンサイドは2004年に発表した回想録、流行る心でゆっくりとにおいて自分は政治には向かなかったのではないかと自問しているが、 世界を変えるために戦わなければならないという心情。父が経営していたカフェ、バールでザミの常連であった労働者の抵抗を受け継ぐことについては疑いは一切なかった。流行る心でゆっくりとの最後の章は終わりと続きと題されている。2010年1月12日、パリにて死去、去年63歳。遺骨はペール・ラシェーズ墓地の納骨堂に安置された。 ありがとうございます。